はい、どうもショーティビです。お願いします。というわけでですね、本日はショーヘイ TV 久しぶりのこういった撮影をさせていただいております。東京都江戸川区にあります江戸川ベースボールクラシックの室内練習場に来ております。 EBC ですね。ショーヘイさんが監督をやってる。そうなんですよ、僕が監督をやってるチームの室内練習場がありまして、まあ、そこで、まあ、貸し出しだったり野球スクールとかやってるんですけども、入団してから初めて、室内練習場を来させていただきました。まあ、見た感じ本当にね、広いしキャッチボールとかノックとかやりやすそうなので、今日はね、あのカメラマンの大井くんと一緒に撮影をしていきたいと思います。はい、で、大井くんの動画で、下から上まですっごいこうたくさん紹介してる映像がありますので、そちらをチェックよろしくお願いします。そちらを見てから、まあ、僕の方を見てほしいなと思います。はい、ここはちなみに2階です。そうそう、ここ2階なんですよ。で、こっち見てもらうとクーニーさんのクーニーズフラッグがあるんですけど、こちらあの川上隆平さんが野球スクールをやってまして、子供らに教えてるというところで、平日結構川上さんいらっしゃってね、あの子供たちに野球を教えてるんで、よければね、野球スクールとか入ってみたいなって人はよかったら、見学でも一回来てみてはいかがでしょうか。まあ、あのマジ初めて来たんで全然分かってないんですけど、勝手が見た感じ、少年野球ぐらいの距離はあるのかな、ぐらいかな。体格になれば、はい、多分大人の方もいけるんですけど、距離的にはちょっと近いぐらいですかね。うん、はい、でも練習にはね、試合とかじゃないし、練習であのやるにはすごいいい環境だと思いますので。そうですね、はい、もう守備、バッティング、基礎練、そうですね、できますね。はい、まあ大井くんの動画でもあったと思うんですけど、ここの上にこう仕切りがあるんですよ。で、これを仕切ることによって、一応あの A と B で分かれてるんで、2箇所でマシンでバッティング練習もできますし、ここに1個ね、ちなみにあるんですよ、マシンが。はい、で、これはどこ製かなと。フィールドフォースですかね。フィールドフォースなんですよ。あの全部フィールドフォースですもんね。そうですね、方式も何式もいけんだよね。あ、そう噂によると、あの利用料金結構安いじゃないですか。利用料金を払えばこれも一緒に使えるということで、はい、別料金とかないのですごいお得かなと。このエリアで1時間いくらっていう感じなんで、あの何人かで行けばね、はい、あのね、割れるし、すごいいい環境じゃないかなと思います。はい、で、これ1個っすけど、向こう側にね、もう1個あるんですよ、マシンが。はいはいはい、だからここで2箇所でマシンで、そうっすね、行けますね、行けるんでいいっすよね。はい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 。で、これボールは、これマシン球と、さっきこれ M 球を下から持ってきてもらいました。そうだ、はい、本当だ。いいボールがありますね。いいボールありましたね。これどっかに隠れてるんで、皆さん見つけてください。そうっすね、はい、すげえ使われてますね。はい、まあ、本当にいいっすね、環境がめちゃめちゃいい。で、後ろでこう見学というか、まあ、そうっすね、まあ、あのお父さんお母さんとかが見学できるような場所もありますし、はい、まあ、専用のボールもあるし、すごいいい環境が整ってますね。はい、ちょっと下行ってみていい？あ、いいっすよ。なんだかんだやっぱ下行きたいなって、はい、まあ、次で3往復目なんだけど、はい、で、下行くと、こう2箇所、結構短めの T とかしやすそうなね、はい、ゴロレンとかさ、補給みたいなできるところがありますんで、はい、で、こっち見るとメディシンとか、この板グローブとか、これなんだろう、その公式かな、 T みたいな、公式のなんかあのちょっとこう破れたやつとかを直したやつとか、はい、T 用だね、 T 用のボールが、はい、ありますし、大きい T もあるし、コーンもあるし、はい、で、練習にすごいね、力入れてますよね。はい、飽きないですね、いろんな練習がありますね。そうですね、上が AB だったんで、はい、下は CD と CD 言ったところで、あ、こんにちは。はい、クーニーさんもいますし、こんな感じです、ほら。ああ、ほんとだ、これだ、これ、これ、こうやって EBC メンバーがいらっしゃいますね。はい、インスタっすか、これ、はい、インスタっすね、これインスタっすね、インスタの野球も、はい、はい、我々も野球やってて、やっぱりこういうところあるってすごい魅力的だし、はい、楽しいですよ。まあ、この辺の学校とか、そのね、の少年野球チームとかも結構たくさんメンバー募集してますし、ショーヘイ TV 監督のね、EBC 野球部もメンバー募集してますので、よかったらね、こちらのインスタからね、飛んでみて入団とか見学とか体験とかしてほしいなと思います。はい、はい、で、まあそんな感じで紹介はここまでにして、この後はあの2人で練習をするので、その練習の模様をナヤロックで、はい、練習の模様をお送りします。それではどうぞ。はい、というわけで、はい、C エリアです。ここ C エリアに来ました。ちょ、軽くね、練習したんですけど、あのそろそろいい絵が撮れるんじゃないかというところで、おー、素晴らしい。メタルで打ってきます。いい
どうすか。いいっすね、集中してますね、とても、うん、いいんじゃないこれ。いいっすね、さっきあのレンティやっさっきレンティしたんで、さっきこすりまくってたけど、はい、これやってんだこれ。いや、いいっすね、分かってるぞこれ、うち分かってるぞ。やっぱりティーバッティングとは全然違いますよね。そうっすね、よりこう、来るボールを打てるんで。ちょうどね、EBC で初めてこの間2ホーマーと2ベース打ったんですよ、はい、その時、その前の日かなんかになんかあの、手投げでバッティングしたんですよ。ああ、はいはい、それで良かったんですよね。あ、じゃあ、合ってるかもしれないですね。そう、でその前まではずっとロンティーだったのよ、下から。はいはいはい、全然打てなくて、試合で。でもこういう系やっぱいいかもしれない。いいっすね、良くない。いいっすね、状態が軸が入ってますね。軸が入ったんですよ、アクセントつける。かわいい。今日はアクセフの、はい、このカーブもつけてます。おー、うん、おお、これ今入ったんじゃない、これ今入りましたか。入ったんじゃない、今入ったんじゃない。あ、入った入った、ある意味入った、ある意味入ったぞ今。ミラクル起きた。 OK。 あ、おい、うまくないですか。いいっすね、これ、はい、うまくないですか。はい、うまくないですか。予想外。逆方向行きましょう。逆方向行きます。逆方向、おー、いい、そう、意識にしよう。逆方向意識。おー、いい、いいじゃない、いいじゃない、広い、広い、いいんじゃない、広いっすね、今の。おー、いい、あ、おー、いい、いい、すごい、インサイド、実践、実践、実践、インサイドバット。おー、いい、いい意識。おー、いい、飛び、今のいいっすね。もういいんじゃないですか。はい、じゃあラスト2球で、ラスト2球 OK。 あー、惜しい。ラスト、ラスト逆方向にホームラン。 OK。 あー、いいつもり。ありがとうございました。ありがとうございました。ここいいぞ、ここ、ここいいぞ。いいっすね、イメージしやすい、なんかこの、あー、あ、この辺行ったらこうだと。はいはいはい、やっぱいいわ、室内いいわ。あとボール回収も楽っすからね。そうっすよ、楽。グランドでロンティしたら、グランドでロンティしたら、あの、取る人が必要だからね。はい、そうっす。消費者飛ばしすぎだよみたいな、はい、あるから。2回目やってきました。はい、2回やってきました。 A、B の開放ですね、両方。そう、両方開いてやるやつで、ノックをやりたいと思います。お願いします。守備練ですね。ノックを打ちたいじゃなくてやるんですね、俺。あ、そうっすね。基本、まあ、監督なんでノックやってますよ。試合前とか基本ノックですね。あ、なるほど、なるほど。自分がなんか出る時も基本ノックやってます。あ、なるほどっすね。大体ファーストか指名か出ないかって感じなんで。はい、でもまあやってマイナスない練習なんでね。なんだって、やってマイナスない練習なんで。ああ、やってマイナスない、そうっすね、そうっすね。行きましょう、行こう。